きや。さ、松坂駅に手がけました。松坂駅は、なんかね、ここがね、三重県鉄道ですね、非常に難解なところでして、目覚めのやつやってますけどね。このね、北海道で行くとね、このね、クバナ、コーラナズ、マッサカ、トバがね、厄介なことになってます。このね、特に、トバはもう今ね、改札が分かれてるから、近鉄の方に行けばいいんだな、というのは分かるんですけど、そのね、マッサカの近鉄ってなると、普通は JR だけになってます。これね、改札が共同改札なんで、西丸のやつってこっちに置いてあるのかな。あ、スタンプラーで近鉄側の人がこっちなんだよな。うん。そう、まさかの駅っていうと、こっちのね、向こう側の方が、改札としてはね、でかくなってるんですよ。あれ JR 側なんですよね。だから近鉄側ってなっとったら、こっちがね、近鉄の分割になってるんで、こっちにあるんですね、スタンプ。ただ、切符は JR にどっちも使えるっていうのはね、非常に妙でして。ひとまずこっちで落ちて、向こうから出よう。こんなと JR 買わねえといけねえからな。さあ、これね。はい、なってますね。で、こちらがの、すいません、すいません、ちょうどこちらで、はい。さあ、で、あっちから確かに JR も帰らないことはないはずなんですけど。ドアが開きます。まずは、おお、あ、もう駅周に貼られてるよ。10日から今回3ヶ月だよな。これはありがたいんだよな。前回春焼き摘みシーズンだけだったんで、大人でね、連休ねえよ。私の場合はね、祝日休みじゃないんで、そうすると、しんどいなってところがあったんですけど、次が18時57分。あ、これはちょっと間に合わんか。途中だよ、ちょっと間に合わんか。チャージはしたから間に合うだろ。よし、オッケー。で、次近鉄でここまで来て、次亀山まで590円。切符を買うわけないけど、ちなみに気をつけないといけないのか。亀山駅もね、あっちもの JR 仕様のね、トイカの会社口。で、対応の改札口になってますけど、ここから乗ってそう、IC カードで降りれないっていうね、実は妙があるんで、それだけちょっと気をつけないといけません。ご注意ください。
領収書をご希望のお客様は領収書ボタンを押してください。切符をお受け取りください。よし、ということで切符を買いました。あ、でもダメか、人の距離だってゲスターセンター2個になるのか。間違い、うまぶったよし、ダメか、この時だと普通にゲスト前と向こうになってるんですね。いや、本当はあれだったら普通でね、一回降りるってで、普通でちょっとね、スタンプだけ押しに行こうかなと思いますけど、まあ、結構微妙じゃないんで、それ途中下車じゃないんかって言われそうなところがあるんですけど、一応乗り換え駅のところなんで、改札出なかったら途中下車には該当しないはずな、なんですけど、なんでね、あの途中下車可能なね、きっと緊急切符だとダメなんで、こっちの普通、通常乗車券の方で買えば、いけるかなと思ったんですけど、どうもやっぱ下車前と向こうはついちゃうみたいなんで、まあ一応その、改札を出なければね、問題ないと思って、本当なら改札出てね、あのちょっと吉野家の一つでも食べておこうかなと思ってましたけど、それは無理かな。まあ、とりあえず普通まで向かっていきましょう。一応問題ないはず。で、それでね、よし。